合衆国ででは第42位であるフレズノ都市圏の中核は人口でカリフォルニア州第5位、全米第35位であるフレズノ市である。この都市圏があるセントラルバレーは世界的に見ても生産性の高い農業地帯であり都市化が進んでいる中でも農業に大きく依存する経済である。フレズノ市中心街のスカイラインフレズノ都市圏は カリフォルニア州の他の都市圏とは異なり、現在でも農業地帯であり、サンホアキンバレーを中心に田園部が多く残っている。州内の他の大都市圏の間に位置しており、西にはサンフランシスコ米エリアの最南部と接し、北にはサクラメント大都市圏、南にはロサンゼルス大都市圏があるが、その間にはかなりの距離の田園部が入っている。 さらに州とサクラメントとは距離があり、サンフランシスコ米エリアの人口が稀な周辺部と接しているために、フレズノ都市圏の生活様式と文化は、サンフランシスコやサクラメントなど、北カリフォルニアの他地域の影響を受けておらず、むしろ内陸部バレーの影響を強く受けている。この都市圏とセントラルバレーでは、フレズノ市が最大の都市である。サクラメント市とともに、 州内内陸部の経済中心であり、2000年以降20%以上の成長を記録して、国内でも最も成長速度の高い都市の一つになっている。さらに、ヨセミテ国立公園、キングスキャニオン国立公園及び、セコイア国立公園に向かう観光客にとって、主要な交通中継点になっている。これらの公園は、 フレズノ市から60マイルから75マイルの距離にあり、フレズノ市はこれら公園に最も近い大都市である。フレズノ地域にはアメリカ軍も多く駐屯している。第40航空旅団や第144戦闘機体など多くの部隊がこの都市圏を本拠にしている。フレズノ軍は最大の農業軍であり、国内でも最も多く農業地が集中している軍である。 マデラ軍は農業軍であるだけでなく、その都市軍はフレズノ市の郊外にもなっている。カリフォルニア道水路フレズノ都市圏は主にサンホアキン、バレーにあり、そのことで世界でも有数の農業地帯の一つであるセントラルバレーの一部になっている。東部はシエラネバダ山脈に接し、西部は海岸山脈に接しているので、その周焉は 内側のバレーより標高が高い。サンワーキン川キングス川デルタメンドータウンガ及びマデラウンガなどいくつかの水路が地域内を流れている。さらにカリフォルニア洞水路が地域を流れて農作物に水を供給しており、また世界最長級の人工洞水路である。フレズの都市圏は地中海性気候にあり、内陸部にあるために亜寒草体の要素があり、 冬は温暖でそこそこに雨が降り、夏は暑く乾燥しているのが特徴である。12月が最も寒く、フレズの中心街で日中の平均気温は、下肢53.4度となり、夏は下肢110度以上になることもある。冬は濃い地上切りに覆われる。12月から4月にかけて降雨が多いが、降雪は、鉱山でたまにある程度である。 サンタフェ乗客駅、フレズノ都市圏で最大の駅フレズノ都市圏は、多くの国立公園の入り口にあること、及び、ロサンゼルス大都市圏、サンフランシスコ米エリア、サクラメント大都市圏の間にあることで、カリフォルニア州内陸部の交通中継点として、機能している。しかし、他の大都市圏とは異なり、広範な公共交通システムがない。 多くの高速道路や高規格道路は走っている。フレーズの都市圏には多くの高速道路や高規格道路が走っており、北、カリフォルニアや南カリフォルニアとの接続で重要なものになっている。また三大都市圏の間にあることで、トラック運送業や観光業が盛んである。フレーズの都市圏を通る高速道路と高規格道路は以下の通りである。 フレズノヨセミテ国際空港が地域内唯一の商業空港であり、ヨセミテ国立公園への主要な入り口になっている。さらにフレズノチャンドラエグゼクティブ空港、ファイアボー空港、シエラスカイパーク空港及びマデラ市民空港などが一般用途空港として機能している。フレズノ都市圏はカリフォルニア州の中央にあることで鉄道交通の中心でもある。 地域内には、サンタフェ乗客駅とマデラ駅と二つのアムトラック、サンホアキン線の駅がある。フレズの地域急行とマデラ郡急行が、フレズの市中心街に向かう、バス便を運行している。グレーハウンドとオレンジベルトステージ図が長距離バスを運行している。州内の他の都市圏とは異なり、歴史的に共和党の強い地盤である。 州内海岸部と都市部が民主党支持の傾向があるのに対し内陸部は共和党支持の傾向がありフレズの都市圏がその境目に当たるその例外としてはロサンゼルス大都市圏に入るオレンジ群であり1940年代以来共和党の地盤になっているまたサクラメント大都市圏は政治的に競合がある地域であり最近は 民主党が過半数を抑える結果になっているが、従来に大政党が多数派を競い合っている。フレズノ都市県も近年政治的に競合する地域になってきており、2008年アメリカ合衆国大統領選挙の時は、フレズノ軍をバラク・オバマが過半数の得票で抑え、マデラ軍はジョン・マケインがかなりの差で抑えた。フレズノ市の大半や非農業校外地では、 民主党がマデラ軍と田園部の町では共和党への支持が見られる。ありがとうございます。